スイートです。今日はね、1時間お風呂に入り続けたら何キロ痩せれるかっていうのをやっていきたいと思います。皆さん1時間お風呂入ったことあります？まあなかなかないと思うんですよ。なので今回僕が体を張って、お風呂1時間入りたいと思います。1時間入ったら何キロ痩せれるのかやっていこうと思います。それではレッツゴー。はい、それでは体重を測っていこうと思います。ジョン最近測ってなかったんで、ほんま何キロか忘れたんですけど、それじゃあ乗ります。あ、出ましたね。 111.2 ですね。 111.2 ということで、これから、1時間入って何キロ痩せるのかやっていきたいと思います。それにしても、ちょっと太りました。それじゃあ、やっていきます。はい、それでは準備ができたので、今から入っていこうと思います。はい、それでは今準備できたので、温度は一応44度。ちょっと高いですね。でもいつもこの温度で僕入ってて。で、今16時45分。夕方の4時45分から入っていこうと思います。まあ、夕方の4時45分に入ってるやつってなかなかいないと思うので、今日ちょっと用事早終わったんで、まあ今から入って何キロ痩せるかやっていこうと思います。それでは検証スタートです。それでこの時間に今入ってます。いや、やっぱ気持ちいいですわ。これから1時間まあ長いんですけどやっていこうと思います。見えますかね。すっごい忘れてますよ。すごい今忘れてます。今大体10分ぐらいですね、入ってから。いやー、すごい忘れてます。まあ頑張っていこうと思います。はい、今30分経ちました。すごい汗ですね。これ水やめて本当に汗なんですね。さっきは顔だけやったんですけど、今はもう腕とかももうすごい汗が吹き出てる状態で、もう30分頑張ります。ちょっとまあ熱中症ではないですけど、しんどいまではいかないですけど、ちょっと、若干水分出てるなって感じなんで、まあやばかったら出ますけど、今のところ大丈夫なんで、もう30分頑張ります。はい、ということで、17時45分、4時45分、1時間経ちました。時間経ったので、今から、体重を測ろうと思います。はい、それでは測っていこうと思います。入る前が、111.2 やったんで、一体何キロやってるのか。はい、では乗ります。お、すごいですね。109.4 ですね。だから何キロや。1.8 キロ。おお、1.8 キロつけました。はい、ということで今回は1時間入浴したら何キロ痩せるかっていうのをやっていきました。結構減りましたね。結果はだからマイナス 1.6 キロ減ったんで、2キロ弱減って、
すごい結果だと思います。まあぜひやってみてくださいとはちょっと言えないんで、まあ、まあ、やるときはまあ自分体調管理とあと水分補給もしてほしいなと思います。まあ、あれは痩せたっていうより、まあ、体の悪いものっていうか老廃物とかは出ていたと思うんで、そういう意味ではあの いいことかなとは僕は思うんですけど、まあでもやる際にはちゃんと水分補給塩分は取ってほしいなと思います。自分も出た後ちゃんと水分補給取ったんで、まあ、あれは一時的なものなんで、結局食ったり飲んだりしたらまた戻るとは思うんで、まあやる際は体調の方とか気をつけてやってほしいなと思います。それでは、バイチャ。